はい、皆さんこんばんは。こんばんはの人もいますけども、こんばんはじゃない人もいますね。これ普段朝なんですけど、ちょっと外が今すごい雷雨ですね。まあ、撮ってる日は別にそんなことはないと思うんですけれども、はい、雷に打たれると犬になってしまう先生がいるみたいで、どんなやねんって感じですけど、初めてのですね、これスタジオ長全員揃うっていうことでね。この間の川崎手段協会の類似長ね、渡辺朗希を類似長に感化されてですね、杉田先生もね、かぶり物がぜひということで、かぶりながら授業したんですか、最近、杉田先生。はい、今日しました。なんか声までおかしくなってるよ。はい、どんな反応でした？いや、普通に無視されましたね。いや、これの格好で無視されることないと思いますよ。大丈夫ですよ。そのまま、心を得ずに、ぜひそのまま授業を続けていただければと思いますけれども。はい、その中で、杉田先生、本日のタイトル、初スタジオ長4人いますけれども、タイトルは何でしょうか？はい、タイトルですが、この休み中に、子供がやるべき知育玩具の紹介です、ね。はい、ということでですね、今日はちょっとソロ版もあるんですけれども、ソロ版とはちょい離れて、まだやっぱり緊急事態宣言がね、5月末まで延びるということなので、はい、お家でね、こんなものやってみたら、結構いいんじゃないっていうことを、犬が、紹介するというね、そんなコーナーでございます。はい、では杉田先生、はい、早速よろしくお願いします。はい、それでは、一つ目の、ゲームなんですが、こちらですね。これね、いつも思うんですけど、これ僕、類似長と一緒に撮った時と同じなんですけど、皆さんね、チーク玩具にね、全く目がいかないんですよね、これ。犬の方が気になってしょうがないっていう。犬隠します。はい。お願いします。どうぞ。はい、ブロックスというゲームですね、一つは。はい。これ、すごい、知ってる人は知ってるかわからないんですけど、はい。陣取りゲームをしながら、子供でも楽しく図形感覚を身につけられるというゲームになってます。はい。犬も遊べるんですか？はい、あ、もう一度よろしいですか？大丈夫です。大した話じゃないんで。どうぞ、進めていってください。はい。これ、どういうゲームか、ちょっと早速実物見てもらいたいなと思います。はい。ちょっと画面変えます。はい。どんなゲームなんでしょうね。ベロがブロックを、なんかすでに遊んだとかありますけど。一人で遊んでました。はい。これは何なんですかね。テトリスみたいな感じですね、なんか。そうですね。4色、すごい綺麗な色が、うん、赤、青、緑、黄色ってあるんですけど、はい、これ、それぞれのピース、色ごとにピースの数が決まっていて、でそのピースを、あるルールに基づいて、全部置けたら勝ちというルールになってますね。いろんな形があるんですか、これ。見ている。そうですね、いろんな形があります。例えば赤だと、まあ緑でもいいか。一番、全部、色が違うだけで、その色ごとにあるピースは全部一緒なんですけど、はい。例えば緑だと、一番ちっちゃいのが、あ、緑だけ。1コマが一番ちっちゃい。あれば、最大は5コマでしたっけ。最大は5マス、こんなのが。5マス、あ、5マスだ。5マスはもういろんなパターンがあって、はい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 。基本的にその5マスだったら、5マスで作れるすべての、パターンというかが1種類ずつあるっていう感じですね。ほう。いや、これ本当に全部埋まるんですか、これ。はい、なんでしょう。全部埋まるんですか、これ。あ、一応これこのボードが 20×20 で400マスあって、うん、各色確か85、6マスぐらいなんで、4かけても足りるんですね。はあ。なので、綺麗にやると、全部埋まるようになってます。はあ。で、これってことは、まあ、なんていうのかな、まあ、一人でも実は遊べたりするみたいな。僕らが結構家で一人でいるんで。あ、ぜひ。ぜひって。最大4人って感じなんですね。そうですね、はい、4人で遊べて、まあ、1人から2人、3人、4人、全員4人でも遊べますね。はあ。で、結局どうやったら勝ちなんでしたっけ、これ。で、基本的にこれ4色あるんですけど、4人で対戦するときは、自分の、最終的に残ったこのマス目ですね。マス目、例えばこれだったら5マスとか、はい、これだったら2マスとか、この合計の残ったマス目が少なければ少ないほど OK っていう感じです。あ、マス目の数なんですね。そうですね。いくつ持ってるかじゃなくて。そうなんですよ。お、例えば5マスが1つと2マスが2つだったら、2マスが2つで4マスの方が少ないんで勝ちなんです。おー、なるほどね。じゃあちょっと今4人でやってみましょうか。ぜひ。
やりましょう。できればいいんだけどねっていう。それはできませんっていうことでね。4人せっかくいるんだけどみたいなね。感じですね。でも杉田先生も一人でやったりとかするんですかこれ。あ、やったりもしますね。はい。埋まったことありますか。ないです、まだ。いや、というわけでですね、杉田先生は実は計算技能連盟の暗算この間11段を取ったんですけれども、はい、皆さん全部埋まったら11段の人に勝てるということで、ぜひ皆さんこちら頑張っていただければというふうに思います。はい、後で下にあと概要欄に貼っておきますので、ぜひ、皆さん見ておいてください。そうですね。それでは置き方多分まだ説明してないんで、それだけ。説明してない。そう、最初から置いてあるから置き方説明した気になってた。どうですかね、これ見て法則わかりますかね。いや、わかんないっす。どうでしょう、藤代先生、わかりますか。わかるんですか。わかりますよ。いや、わかるんですか。いや、これだけ見てもわかんないっすよ。東工大生はわかりそうですね。はい。東工大生みんなわかります、多分。いやいや、これはわかんないっすよ。どうやって置くのか説明されてないですね。そうですね。説明してもらっていいですか、杉田先生。はい。これなんですけど、自分の、例えばじゃあ、青でいきましょうか。はい。青で説明。青、緑、緑の方がいいか。緑でいきましょう。うん。緑だったら、例えば、最初はこの一番端のところから必ず置くんですね。はい。埋まるように置くんですよ。はい。で、まあ、例えばじゃあ5マスをこれ置いてみましょう。はい。なったときに、じゃあ次、2つ目をどうやって置くかって話で、ちょっと緑で取っちゃいましょう。うん。そう、次はどこに置くかですよね。くっつけて置くのか、それともね、どうやらくっついて置いてる感じなのかどうかっていうところですよね。そうですね。で、4人で対戦するときは緑、まあ、順番に回っていって、じゃあ全員4人終わったら、じゃあ次また緑に戻るんですけど、うん、ちょっと置いてみます。はい。あ、大丈夫です。最初置きました。置いてやってます。置いてから、じゃあ最初はそっか、そういう状態からスタートするってことなんですね。そうですね。これ最初何置いてもいいんですけど、まあ、順番に置きます。はい、で、じゃあ緑が次2回目だったらどうするかっていうと、はい、この角と角が、ピースの角が、完全にぴったりくっつかないように、角が合うように。はいはいはい、角だけなんですね。これはなかなか難しいですね、全部埋まるのはね。これとかはダメなんですね。あとはこんなのも OK ですね、例えば。はいはいはい。いろんな角ね、これすごいな。うん。まあ、そんな感じで、まあ、ぐるぐる置いていきましょう。はい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 。なるほどなるほど。で、まあ、最終的に置いていくんですけど、これブロック自体はもともと1人何枚ぐらいなんですかね。何枚だったっけな、80、調べてください。結構あるんだ。21個のピースですね。あ、21個のピース、はいはいはい。で、大体80マスショットぐらい。じゃあ、まあちょうどよく時間もそんなに、大体20分ぐらいなイメージですかね。パパーと置いてた。20分じゃちょっと終わんないかもしれない。意外と時間かかって。あ、そうなんだ。なんか、どれくらい考えていいみたいな、そんな持ち時間とかあるんですか？それも、各、多分チームでいろいろ作れますね、うん、ルールとか。例えば、これ黄色だともう結構置くとこが、急にこっちの方置けなくなっちゃったんですよ。緑が邪魔しちゃう。侵入されてるんですか？あー、なるほどね。そっかそっかそっか。相手の緑のを使って、黄色は進むっていうことはできないのね。あくまで自分の色だけってことですね。そうなんですよね。はい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 。なるほどなるほど。はい。こんな感じでどんどん置いていきます、はい。という感じで、ね、いや、でも面白いですね、これね。あ、でもだいぶ、だいぶもうなんかね、埋まってきて。いや、これ全部埋めると大変だな。ぜひなんか全部埋まったとかっていう人がいたらね、これ報告してほしいですね。ぜひ動画とか上げてほしい。はい、そうですね。ぜひぜひ、そんな、その方は、今度、スタジオ長会議にお呼びしますので、いや、全然別にそんなんいらないよ、みたいな感じだと思いますけど。はい。というわけで、これ、おいくらぐらいですか、そういえば。値段聞いてなかったですね。今さっきアマゾンで見たら3000円とかでしたね。3000円ぐらいですね。3000円でこれ4人とかね、遊べたら全然いいと思うんで、うん、1人でもね。大きくて見てきたら2500、2000前半ぐらいですね。大体それぐらいで買えるということで、ぜひ皆さん遊んでみてください。はい。はい、おすすめです。なんでしたっけ、杉田先生、もう1個ぐらいなんか、おすすめがあるとかなんとかっていうお話でしたけれども。はい、そうですね。もう1つがじゃないですか、はい。さあ、2つ目のチーク玩具。杉田先生、それはチーク玩具、なんか、なんでそんな詳しいんですかね。お、新しいの出てきましたね。読めますかね、ここ。しゃもじ、あ、しゃもじじゃねえわ。はい、文字ピッタンですね。はい、はい、文字ピッタンということで、まあ、名前から推測できるかわからないんですけど、国語系の、今度はゲームですね。うん。これ何かっていうと、これカードがすごいたくさんあるんですけど、
これ、ひっくり返すと、すごい変なんですよね。ひらがながめちゃめちゃ書いてあるんですよ。うん、はいはいはい。で、今日はどんなマジックを？あ、いや、違った。いろんなひらがなが載ってて。はい。でも、簡単に言うと、これで、単語を作るゲームなんですね。うん。例えば、じゃあ、これ2人でやります。じゃあ、10枚ずつ最初で持ち上げて。はい。1人10枚なんですか、必ず。一応最初は10枚ってあるんですが、まあでもそこも自由に変えて全然大丈夫です。あんまりそこは本質的には関係ないんで。まあ、今こうやって適当に配りました。これ何人でもできます、はい。で、ここに最初星が2つあるんですが、ここに2枚山札。あ、そこに、なるほど、なるほど。うんうん。置きます。はい。うと無ですね、今ね。そうですね。で、自分の手持ちのカードを見たときに、何か単語を作れるかなって考えるんですよね。これは1枚だけ出すんですか？何枚でも大丈夫です。じゃあもう1回で終わっちゃうみたいなこともたまにはあるわけです。ありえますね。10文字、12文字とかね。なかなか考えないと難しそうですけど。例えば何だろう。こういうこともあるんですね。トムとか。あんまりトム、はい、トム佐藤先生ね、英語読み上げだと。はい、はい、はい。ちょっとハードル上がりましたよ。杉田先生、今の、そろばんの先生の名前で続けていかないと。そうなんですけど。はい。とかね、例えば、はい、トム OK なんすか？全然今見つからなくて。トム OK なんすね。みんなが OK って言えば OK なんすね。とか。あ、縦も OK なんですね。縦も OK なんですよ。あ、斜めはダメ。斜めはそれダメなんですよね。あ、でなんかどうしても見つからないなとか思うときは1枚引いても OK です。あ、そっかそっか。でも増えちゃうと、あ、だから最後手持ちのカードが最終的に全部なくなるか、この山札が全部なくなったときに、うん、最終的に手札が少ない方が勝ちみたいな。あ、なるほど、なるほど。どちらかあるわけですね。あと、はい、なんか、名前で決めますね。え、これ何 ?3 文字になってるってことですよね、今ね。そうですね。ははははなかなか、あ、そっかそっか、なるほど、なるほど。はい。お杉田さん、一人でやるのこれ大変ですね、これね。結構これ難しいんですよ。ぜひとも4人でやりたいところなんですけどね。牛。はい。あ、はい、ありがとうございます。牛、はいはいはい。さっき杉田先生が被ったのは犬ですね。はい。犬ですね。今は牛ですね。はい。なるほど、なるほど。で、これが、そっかそっか。これ枠からもうはみ出ちゃうのはダメなんですよね。角まで行って、例えば。あんまり、今、よろしくない単語かもしれないですけど、もう、もう暑すぎて死にそうです。ちょっと YouTube 的に多分アカウントがなくなる可能性がありますけれども、あ、でも文章でもいいんだとか、まあいろいろアレンジできますよね。だからそこ、さっき高瀬が言った固有名詞だけとかでもいいですし。ああ、なるほどね。あ、だからそれぞれ決めてやることができるっていうこと。あとは例えば3文字だけでしましょうとか。ああ、でところで、なんで杉田先生そんなに飼育玩具に詳しいんですか？ちょっといろいろ勉強をちっちゃい子に教える機会が多くて、で、まあ、もちろんただ紙で勉強してもいいんですけど、子供それだとなかなか食いついてくれない時もあるので、まあ、自然となんか遊びながら勉強できることあるかなみたいな。うん、腰。うん、こう、これ、こう字とかいいんですよね。ああ、点々をつけてもいいんだ。今うまく説明できてますね、いろんなパターン。個人。なるほどね。はい、個人。はい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 。なるほど。というわけでね。個人総合競技ね、はい、そんなに全部出てきたら勝ちますけどね。はい、おー、出てきたみたいな感じ。そんなならないですね。はい、なったらすごいですけどね。笛でいいんですよね、こういうことね。はい、これぐらいで最初は全然大丈夫です。うん、なるほど。あれ、これ斜めは大丈夫ですか？斜めはダメですね。うん、なるほどね。はい、皮膚。はい、なるほどね。はい、でもいいですね、これ子供だからやっぱりあれですよね。まあ、多分杉田先生とかが今感じているのは、例えばそのね、3位、はいはい、なるほど。だから多分その文章題とかを教えてたりすると思うんですけど、はい、そうするとやっぱりそのまず文字が結構どちらかというと国語力が弱いかもっていうことを感じてらっしゃるみたいなこともあるわけですか？そうですね。なかなか算数を教えてて計算とかはできるのに、書いてあることが正しく理解できなくて問題が解けないとか、うん、そもそも読むのをめんどくさかったりとか、うんうんうん、そういうことがね、ないように、やっぱりこういういいですね、チーク玩具シリーズね。で、例えばこれ、そうですね、これをやってて知らない単語が出てきた、じゃあ辞書一緒に調べてみようかとか、辞書の調べ方を学習したりとか、うん、
ちなみに杉田さん、今辞書っていう話が出てきたんですけれども、これは皆さんにもお伺いしたいんですけど、紙の辞書と、はい、今出てちゃったね、電子辞書とどっちがいいですか？杉田先生、どっちがいいと思いますか？僕は個人的には紙の方がいいかなっていう気がしますね。うんうんうん、それはなんでですか、杉田先生？そろばんもそうなんですけど、やっぱり実物触った方が定着もしやすいかなっていうのが個人的な意見です。うん、同意見です。はい。はい、ちなみに、としえこ先生どうですか？僕はね、今ちょうど、まあいろいろ、それこそ、まあ、まあ、中国医学って漢方の勉強してるんですけど、今台湾の台中で、医学部みたいな感じでね、行っておりますけれども、はい。で、個人的にはその単語とかを調べるときには辞書の紙の辞書の方がいいんですけど、例えばなんか条文とか、うん、で昔の人のまあいろいろ、例えば日本でいうなんかその皇帝代慶とかなんかあるんですけど、そういう人の書いた文章とかその条文とかはやっぱり本で見ると、それこそまあ六法全書とかあるかもしれないけど、めっちゃ分厚くなっちゃうのはもう電子化されてるものの方がパッと見て見やすいかな。まあ、使い分けるってことですね。うん、はい、ね、杉田先生の犬と、人間を使い分けるみたいな。なんか説明がおかしいですけど。はい、正志先生どうですか？東工大、現役東工大生。はい、そうですね。結構難しい質問ですよね。なんか高校とかでは、紙の辞書を結構推してて、うん、なんでかなと思ったら、その、例文とかやっぱり周りにある単語とかを、うん、ついでに見れちゃうみたいな、うん、そういうメリットがあるので、まあはい、なんか英語とかは結構紙のがいいっていう風な話は聞きます。うん、実際に使ってたのは正志先生どちらですか？はい、僕は紙のが多かったですね。やっぱりなんだかんだ重かったですけど。いや、わかりますわかります。はい、というわけで結局4名とも紙の方がいいっていうね、結論になりましたけれども、まあ電子辞書が悪いわけではなくてね、電子辞書は悪いわけじゃないんですけど、なんかやっぱりこう手触りみたいなのね、まあ、そろばんも、勉強も結構大事なのかなっていうことで、さっきのチーク玩具もやっぱそうですけど、これ多分ね、オンラインでやるのと、やっぱり実際にこれ触ってやるのとだと、またこの触覚もやっぱ使うので、だいぶ印象が変わるのかなって僕も思ったりするのでですね、ぜひ皆さん、またこのチーク玩具シリーズで、あれ、なんか人がたくさん入ってる3密じゃないですか、正志先生。はい。というところでですね、頑張って、皆さん、いろいろね、そろばん以外にもね、我々、アバカスタジオは、勉強にも一応対応してたりしますので、ぜひ皆さんね、その辺も含めて、連絡取っていただければと思います。ベイスターズの服着てるんだけど、スタジアムに消えております。というわけで、正志先生はベイスターズファンでもありますので、ぜひ野球を習いたい方は、野球習いたい方はじゃないですね、ベイスターズファンの方は正志先生に、ね、横浜スタジオ、はい、横浜スタジオにぜひね、はい、声をかけていただければと思います。はい、あとはね、犬小屋スタジオ、犬小屋スタジオに、武蔵小杉スタジオということでね、はい、そちらも合わせて、そして先生はオンラインスタジオで、今、アメリカの、はい、教えてたりしますけれども、はい、僕は蒲田にいますので、これからもね、楽しい4人をどうぞよろしくお願いいたします。ということで、皆さん、YouTube ね、どうもありがとうございました。それではまた皆さん見てくださいね。そろばんに関する話、勉強に関する話も皆さんしていきますからね。よろしくお願いします。では、皆さん、良い一日を過ごしください。